道民の酒が残ってたらさ、今日も僕と一緒にまた飲みましょうよって言うんですね。で、ね、飲んで足りなくなったらおじさんが一生瓶買ってきてねって言うんです。おじさんが一生瓶買ってきてねって言ったら言われたらさ、あのこれ木梨大吉さんだったんですけどね、木梨大吉さんがね、あのあおじさんがね、あのだってあんたのために僕が一生瓶買わないといかないのって言うんですね。こんなクソが来て一緒に飲みたくないですよ。おじさん、そしてね、僕年頃になってからそろそろお嫁さんとか彼女が欲しいんだけどさ、誰かいい人紹介してくれないって言うんですね。そしたらね、あんたみたいな酒飲みのところにはね、誰もお嫁さんなんか来ないよって言うんですよね。そしたらまた木梨大吉さんがちょっと逆切れじゃないけど、違う違う、おじさん